新田みなみです。よろしくお願いします。メンバーではちょっとだけお姉さんになるのかな。やれやれだぜ。嘘だろ。ちょっとやかましい。鬱陶しいぞ。九条丈太郎。後で知ったところによると年齢は28、職業は海洋冒険家、学会では生態調査で有名らしい。弱者を利用し踏みつける奴のことだ。今万円の下ズボンは破れたね。どうしてジョースター家というのはこう負けず嫌いなのだ。もう一回、もう一回やりましょう。みなみ、これは勝つまで続けるパーティー。オラ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 。何度も言わせるなよ。てめえは俺を怒らせた。かつてアリスだったものが横たわっている。アリスのような何かが。
それじゃあコッパみじんに消し飛ばしてやる。キラークイーン、この指先はどんな物質だろうと爆弾に変えられる。君の場合、学生ボタンを爆弾にするか。それじゃあコッパみじんに消し飛ばしてやる。キラークイーン、キラークイーン、キラークイーン。She's a killer queen。ジョウスケ君は4歳の時、突然原因不明の高熱に倒れ、50日間生死をさまよったことがあったらしいんだ。ジョウスケをこの雪の中連れ出すんじゃなかった。シンデレラプロジェクトの子が？リハーサル室で練習付き合ってもらってたんです。そしたら気分が悪いって。風邪ではないそうですが、発熱が。ミシロプロダクション。バンダイナムコ。ジョジョの奇妙な冒険、ダイヤモンドは砕けない、第3弾オープニングテーマ、グレートデイズ、10月19日オンセール。